ユダヤ人と聞くと、民族としてあたかもはっきり分類されているように思えますが、実はその定義はとても難しいものです。というのも、ユダヤ人は長い歴史の中で世界を転々とした流浪の民だったため、単純に国籍や言語、文化などで一括りにできないんです。普通そんな状況なら別々の民族に分かれそうですが、なぜユダヤ人はユダヤ人であり続けることができたのでしょうか。この動画では彼らが強いつながりを持ち続けられた理由やその複雑な歴史を紐解いていきます。ぜひ最後までご覧ください。ユダヤ人のルーツ。ユダヤ人というとなんとなくヨーロッパ系のイメージがあるかもしれませんが、そのルーツは意外にも古代イスラエルにあります。ユダヤ人の先祖である古代イスラエル人たちは地中海東部のカナンと呼ばれるエリアに住んでいました。そんな彼らをある時飢饉が襲います。そこで彼らが目指したのは隣の大国エジプトでした。エジプトが力を落としたタイミングを見計らい侵入、そして移住を図ります。ところが後から来た民族が受け入れられるなんてやっぱり簡単にはいかず、結局古代イスラエル人たちはエジプトで奴隷にされてしまいます。そんな状況を打破した人物がモーセです。神の声を聞いたというモーセは奴隷として苦しむ古代イスラエル人たちを率いてカナンの地に戻ろうと呼びかけます。追っ手に追い詰められる中、モーセが神に祈ると行く手を阻んだ海が割れ逃げ道ができたというのは出エジプトの伝説としても有名ですよね。そんなモーセの力により無事故郷へ戻った古代イスラエル人たちでしたが、長い年月明けていたカナンの地にはすでに別の民族が住んでいました。それでもカナンこそが自分たちの聖地だと信じる古代イスラエル人たちは彼らを征服し12の部族からなる連合国家を築きます。その一つに含まれるのがユダヤの語源にもなるユダ族です。当初この連合は緩やかな関係でしたが、外部民族の侵略をきっかけに主君を据えたより強固な連帯関係を築きます。そして約80年間一つの王国として統治されましたが、元は異なる部族同士の集まりというのもあり、結局南北に分裂します。北はイスラエル王国、南はユダ王国と呼ばれ、一応は王国を維持したのですが、大きな勢力にはなれず、メソポタミアの強力な国家に次々と滅ぼされてしまいました。とはいえ、連合国家の時代から数えると、古代イスラエル人は約400年間も王国を存続させました。それもエジプトやメソポタミアなど強い国家に囲まれた地理的にも不安定な場所でしたから、これはすごいことですよね。各地に散らばるユダヤ人。ユダ王国の崩壊後、多くの民衆は捕虜としてバビロニアへ連行されます。ただその後すぐより勢力を持ったペルシア帝国がバビロニアを征服し、状況は少し変わります。ペルシア帝国は支配下の地域に対しある程度の自治権や宗教を認めていたんです。さらにバビロニアに捕虜として連行されたユダヤ人を解放し、なんとユダヤの地に帰国することまで許可しました。それまでエジプトでは奴隷として酷使され、カナンに戻っても結局周りの国に侵略されたりと辛い境遇ばかりだったユダヤ人にとってはありがたい話ですよね。でも中にはあえて故郷に帰らないユダヤ人もいました。というのも寛大なペルシア帝国は優秀なユダヤ人を自分たちの宮廷内に取り込んでいたんです。そうしてバビロニアの地でうまくやっていたユダヤ人たちは特に故郷に帰る理由もなく、そのままペルシアに根付きました。このように新しい土地に根付いたユダヤ人社会のことをディアスポラと呼びます。ちなみにこのペルシアに残ったユダヤ人社会とユダ王国崩壊後にエジプトへ逃れたユダヤ人社会が最初のディアスポラだったと言われています。この時点で故郷へ戻ったユダヤ人たちを含めると少なくとも3カ所に散らばったわけですから、もう別の民族として発展してもおかしくないですよね。ところが彼らはこの頃から同じアイデンティティを持つユダヤ人としてお互いに強いつながりを意識し始めます。そしてまたいつか一つの王国を復興させる日を夢見たのでした。ユダヤ人を強くつないだユダヤ教。でも同じユダヤ人とか王国を復興させたいというだけではつながりを意識し続けることって難しい気がしますよね。そこで強固なアイデンティティの元になったのがユダヤ教の教えでした。ユダヤ教の特徴といえば、選民思想と一神教です。
先民思想は先ほどのモーセによる出エジプトをきっかけに始まりました。海を割って逃げ切った後、モーセはさらに神と遭遇し十戒を受けます。簡単に言うと、この十戒条を守れば幸せにしてやるという神様からのお告げです。この十戒を与えられたことこそが神に選ばれた民という先民思想の元になったと言われています。そしてこのお告げをした神というのがユダヤ教における唯一絶対神のヤハウェです。ユダヤ教ではこのヤハウェ以外の神様は一切認められていません。かつての古代イスラエルで緩やかな連合国家が保たれたのも、それぞれの部族がヤハウェを絶対的に信仰していたからでした。同じ神を信じるということが古代からすでに強いつながりを生んでいたんですね。またユダ王国崩壊後もユダヤの教えが途絶えなかったのは、バビロニアのユダヤ人指導者たちがそれらを書物にまとめたことが影響しています。この書物には宗教的なことだけでなく、ユダヤ人の歴史や慣習、日常で取るべき行動なども書かれていました。つまりユダヤ教とは決して単なる儀式的なものではなく、かつて共に生きた民族としてのアイデンティティがそのまま宗教になったようなものなんです。そう思うと、ユダヤ人の心の拠り所として強く根付いたというのも納得ですよね。各地で毛嫌いされたユダヤ人、世界に散らばったユダヤ人をも強くつなぎ止めたユダヤ教の教えですが、一方でこれが裏目に出ることもありました。もちろんユダヤ人の文化を尊重する国家や時代もありましたが、残念なことに基本的にユダヤ人はどこでも嫌われ者扱いでした。というのも、ユダヤ人の独特な慣習は他の民族にとって理解しがたい異文化にしか見えなかったんです。先民思想を持つユダヤ人は支配国の文化や宗教に馴染もうとせず、あくまで独立したコミュニティを維持したがりました。また信じる者はヤハウェ神のみで、皇帝崇拝もしませんから、反乱こそ起こさないものの、支配国への忠誠心を疑われることは結構ありました。さらに入信の儀式に割礼を行ったり、聞き慣れない言語で祈りを捧げる様子も他の民族の目にはかなり怪しく映りました。まあ確かに聞いたこともない言葉を横でブツブツ念じられると気味が悪いという気持ちはわからなくはないですよね。そのため民衆の中には、ユダヤ人が黒魔術を操っているとか、ヨーロッパ全土を襲った感染症のペストも彼らがばらまいたとか、そんな噂話を信じ込む人も多くいました。特にキリスト教国家ではユダヤ人が古代イスラエル時代にキリストの処刑に関係したという話が語り継がれていて、これもまた大きなしこりの一つでした。こうした様々な要素が重なって、中世ヨーロッパでは反ユダヤ感情がかなり強くなったというわけです。これによりユダヤ人の経済活動や生活を制限する法律が出されたり、冤罪をでっち上げて処刑したり、ひどい時には虐殺されることもありました。近代の大規模なユダヤ人迫害は誰もが知る話ですが、実はそれ以前にもすでに過激な反ユダヤ主義が横行していたんです。苦境を逆手にグローバル人材へ。各地で毛嫌いされるという境遇の中、ユダヤ人は必死に生き延びる術を身につけました。ユダヤ人といえば金融に強いなんて話を聞いたことはありませんか？この秘密もここにあります。もともとユダヤ人はどちらかというと農耕民族でしたが、ある国に征服された時、農業活動から実質的に排除され、自分たちの土地も失ってしまいます。その結果、市街地で暮らすようになるのですが、これが彼らが商業にシフトするきっかけとなりました。さらに、キリスト教で利子をつけたお金の貸し借りが禁止された際には、ユダヤ人たちがそれを受け負いました。キリスト教的には、高い利子で稼ぐなんて汚れ仕事は、ユダヤ人に押し付けようという目論みでしたが、結果としてむしろユダヤ人が金融のプロになる後押しをしたとも言えます。そしてもう一つ重要なポイントがあります。それはユダヤ人が世界中を転々とする流浪の民であることです。定住できないことは一見するとかわいそうに見えるかもしれませんが、だからこそユダヤ人は自然に国際的なネットワークを築くことができたんです。しかもそのつながりはユダヤ教のおかげでめちゃくちゃ強固になっていますから、かなり強い武器になりますよね。実際オスマン帝国ではそんな優秀なユダヤ人たちが特に重宝されました。軍事的には強かったオスマン帝国も経済や行政面で少し遅れをとっていたため、そこをユダヤ人が補完したんです。
ユダヤ人はユダヤ人で、宗教にも寛容なオスマン帝国下では自分たちのコミュニティを維持できたため、両者はまさにウィンウィンの関係だったと言えます。またアメリカに渡ったユダヤ人は別のビジネススキルを獲得しました。彼らは小売分野で力を発揮し、なんと当時のアメリカのデパートの4分の3をユダヤ人が経営したと言われています。常に迫害という苦境にさらされてはいたものの、それに屈せずコツコツ知恵を身につけたことで、いつの間にかユダヤ人は超優秀なグローバル集団になっていたんです。現代でも世界各国でユダヤ系の人が活躍する背景にはこんな経緯があったんですね。負の歴史、ホロコースト。粛々とユダヤ教の教えを守り、故郷への思いを抱き続けたユダヤ人も、ヨーロッパが近代化し始めると次第にその魅力に惹かれます。徐々に各地で市民権も認められたことで、ユダヤ人自身ももはやヨーロッパに同化したとすら思い始めていました。そんな矢先、ドイツで悲劇が起こります。それがホロコースト、つまりナチスによる残酷なユダヤ人迫害です。これまでの迫害に増してひどかったのは、ナチスの指導者が根拠のない優生学で民衆を煽ったことでした。優生学の詳しい内容は別の動画で解説していますが、ざっくり言うと、人種には優劣が存在するという考え方です。それによれば、ドイツ人が最も優れた人種で、ユダヤ人は底辺、それどころか犯罪人種とまで言われていたんです。ユダヤ人は文明を破壊する危険な存在だから、この世から排除するべきだと声高に叫んだんです。これってなんだかペストを流行らせたという濡れ衣を着せられた時と似たような文脈ですよね。そう、ユダヤ人たちが意識を変え、ドイツに馴染んでいく一方、ドイツ人の頭には未だユダヤ人イコール異文化集団という印象が根強く残っていたんです。正確な数字はわかりませんが、この大迫害による死者は500から600万人に上ると推定されています。日本で言うと福岡県や兵庫県がそれくらいの人口ですから、一つの県がごっそりなくなるほどの規模だと想像すると、あまりの残酷さに言葉も出ません。今回はユダヤ人の起源から負の歴史であるホロコーストまでざっくりと紹介しましたが、いかがだったでしょうか。アイデンティティに誇りを持ち、度重なる苦難も乗り越え続けたユダヤ人の強さをお伝えできたらと思います。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。